皆さんこんにちは、ハロー通訳アカデミーの上山です。それではこれより2020年度全国通訳案内試験第一次筆記試験、一般常識の傾向と対策の解説を始めたいと思います。解説を始めるにあたりまして、この傾向と対策の資料をまず印刷していただくことが、必須になります。そして今回の解説はですね、本体の方の資料と、それから50ページ以降の昨年度以前の試験問題、これを両方閲覧しながら解説させていただきますので、まず全体を印刷していただくということ、それから次に50ページ以降をちょっとクリップかなんかで別ファイルにして、本体とですね並べて見ていただきたいと思います。それから赤いボールペンをご用意いただきまして、私がいろいろと指示をさせていただきますので、この紙面にくるっと丸であるとか下線であるとか、そういうものを記入していただけたらよろしいかと思います。はい。それから今回のこの音声ファイルのですね、目的は今年度受験される方に対しまして、この傾向と対策の資料を作ったわけですけども、この活字では伝えきれないいろんな情報がこうあるわけなんですが、それをきちんと皆さんの理解を深めていただくという方向で解説をさせていただきまして、そして最終的にこの傾向と対策の資料からですね、皆さんがあと限られた日数、能率的にですね、合格できる、そういう知識を整理整頓していく、その方向性ですね、これはナビゲーションといいますか、オリエンテーションといいますか、そういう方向性をきちんと掴んでいただいて、そして、試験の直前までですね、これをこう、復習していただくと、確認をしていただくと、こういう流れの中で、完全に、合格勝ち取っていくんだと、こういう、流れと、その中でのですね、最初 その全体像をまず皆さんが掴んでいただくと、で理解を深めていただくと、で具体的な、その学習 方針ですね、これを掴んでいただくと、こういうことになるわけでございます。はい。それではまず第1ページ目から、解説を始めたいと思います。で、読んでわかるところといいますか、それほど解説必要としないところについては時間の制約ございますので、スピードを上げていきたいと思いますので、ご了解ください。で、合格への道ということですけど、孫子の兵法にこのように書いてあると。まず敵を知ると、彼を知ると、家を知ると、これは非常に基本であるということです。言うまでもないことです。はい。で、そこに、この資料にも、問題と 回答がついたものが付加してありますけども、こういう過去問がありますよと。それからと合格体験記ですね。で、これが特に、19年度と18年度が重要ですから、これちょっとくるっと丸しといていただきます。なぜかといえば、従来の一般常識が、一般常識と通訳案内の実務に二分割されました。で、それまでの100点満点から50点満点になったりとか、時間も半分になったりとか、そういう中でですね、その流れの中で、この
2020年度、今年の試験もあるわけですから、特に19年度と18年度ですね、よく見ておいてください。はい。あとは無料学習サイトでこのようなものもございますので、もうすでに、勉強してらっしゃる方も、多いと思いますけども、まだの方は、こちらの方も確認しておいてください。はい。まあ、その前にこの傾向対策をきちんとやることが大前提です。はい、次のページ。で、合格ライン。ごめんなさい。ガイドラインですね。こちら、試験方法、試験、合格判定に分割された理由、以下の理由ということなんですが、この2020年度のガイドラインは、2019年度と全く同じくるっと丸ですね。はい。試験の全体、これ、読んでいただければわかります。最後のところ、外国人観光旅客の関心の強いもの、これは下線引いておきましょうか。まあ、基礎的な知識だよと。で、試験方法。試験は現代の日本の産業、経済、政治及び文化についてと、の主要な事項と、事柄とありますけどね。まあ、こういう産業、経済、政治及び文化と、まあ、大きく4つのジャンルについて指摘がありますけども、実際は、昨年度はまあ政治がゼロと、で経済が3点だけだと、あとは全部、まあ、観光と文化という、そういう、なんて言いますか、偏りがありますね。まあ、そこのところもよく知っておいたらいいと思います。まあ、ガイドラインにこのように書いてあるんですけども、実際の試験問題の、範疇といいますか、重点というのは全く違うということも大事なことだと思います。はい。それからと、まあ、観光白書ですね。これ、そこに前年度に発行されたというのは、これ全く、間違いですね。前年度はこれもうバッテンしておいてください。ガイドラインにはこうやって書いてあるんですよ。それは、そうではなくて、今年の場合は2020年度の、観光白書が参考にして問題作られますので、ここは紛らわしいと言いますか、早くがガイドラインを変更すべきであろうと思っております。はい。で、試験の方法、まあ、マークシートであると。時間が20分で、試験満点50点と。で、問題数が20問程度と。で、これは、2017年までは、通訳案内実務なかったわけです。その場合は、さっき申しましたように、まあ、時間40分で100点。で、まあ、40問前後という感じだったんですけども。まあ、大事なのは次の合否判定。合否判定は原則30点。30点くるっと丸して 60% と書いてください。満点が50点ですから、30点は 60%。で、これも一般常識と通訳案内の実務が、この、60% なんですね。で、17年以前、もう実は 60% だったんですけども、それの、数年、ちょっと前までは、外国語、地理、日本史と同じように、実は 70% だったんですね。で、なぜ、これが、一般常識が 60% になったかというと、日本地理、日本歴史、一般常識を比べると、まあ、ずっと、一般常識の平均点が低くてですね、合格ラインが低かったんですね。で、まあ、その都度、基準点下げるなりのいろんなことがあったんですけども、まあ、ある時に観光庁が、もうそれでは、まあ、要するにどういうことかというと、まあ、地理と歴史は中学、高校とかでも勉強する。まあ、もちろん政治、経済、まあ、文化であるとかそういうことも勉強しないわけではないんですけど、相対的に、まあ、知らない方が多いと。なんか外国語ができる、しかも産業、政治、経済強いってこういう方はあまりいないんですね。まあ、そういうこともあったかと思いますが、それからあとはやはり難問が多かったと。難問、奇問、珍問の、まあ、
通過な試験と言われますけども、そういうことで特に一般常識が平均点が低かった。なので途中から 60% にしたと。その流れの中で今も 60% ですよと。こういうことは知っといていただいていいだろうと。でもこの合格基準点が一時乖離した場合は調整するっていうんですけども、昨年日本歴史が極めて難しくて、まあ、10点とか15点ぐらい調整して低くしてもよかったと私は思っているんですけども、それがなされてないと思います。なので、今年はどうなるか分かりませんけども、とりあえず各科目のですね、合格基準点をクリアするように頑張っていただくと、受験生としては、それしかないと。それから、そもそも合格基準点とは何かということですけども、これは試験、70年以上の歴史があるんですけども、長年ですね、難問、奇問、珍問との試験という意味を誇っていたと。ちょっと皮肉で書いておきましたけども、これ、以前に私がアエラから取材を受けた記事もそこをクリックしてもらえば分かります。で、そこの途中の、ちょっと説明はもう読んでいただくとして、このページの下の方をですね、下から2行目、2016年17年18年19年問題が画期的に生かしてきた理由もあり方、これは画期的に優しくなったんですね。いいことなんですけども、途中はちょっと省略させていただきましたけど、今は割と優しくなったと。で、次のページご覧ください。で、問題作成委員なんですが、この問題の作り方、あれこれこう内容を検討しまして、私なりに理解しているのは、現在担当している、現在というか昨年まで担当したグループ C グループが15年から19年と、今年この C グループが担当するかどうか分かりませんけども、できれば15年から19年の世代傾向をよく見ておくことも大事なのかなと。次、年度別の大問、小問、配点構成、問題数ですが、このような感じになっております。で、2019年度は2点×10台、3点×10台の50点ということでございます。はい。で、問題数20点と、これ、割と綺麗な数字といいますか、2×10、3+3×10。で、通夜艦内実務も、この、問題数というか、点数配点でして、別に、この、出題者の方々が、こうしようねっていう協議したかどうかは知りませんけども、偶然というか問題児になってるよと。で、次に年度別の正解の番号の個数ということで、私はやっぱり試験この問題を見るとですね、こういろんな側面から分析をするんですが、長年といいますかずっと、例えば4択であればね、その何番の正解が一番多いのかなと、これをずっと年度別に整理整頓したりするとですね、出題者によって4番が多い方、2番が多い方、いろいろこうやっぱ癖が出てくるんですね。だから、迷った時に、その方の出題者の方が一番合格点を出す、その、選択肢ですね。これに丸したら、多少ないともプラスになるのかなと。こういう発想でですね。こういうあれを予備校なんかで大学受験でやってるとかことないと思いますけどね。通夜ガイド試験もそうですけど。で、18年はですね、選択肢5がありまして、ただこれは10問のみだけだったんですけども、なので、ちょっと単純な比較はできませんが、2019年度は2番がですね、7問、7問、正解があったということで、一応迷ったら2を選べと。
こういうことですね。はい、次のページ。で、次のページは、2019年、昨年の、まあ、問題分析なんですが、まず全体を見ましてね、こう何がこう大事なのかというと、先ほどもちょっと触れましたけども、ガイドラインには日本の産業、経済、政治、文化について、まあ、重要なところを出しますよと、まあ、こう言っているんですけども、政治は0点なんですね。0点。それからあと産業経済がまあ3点と言いましたが、これはどれかというと、この大門8のですね、問題番号13、EPA、経済連携協定に関する問題。これが3点なんですが、これだけなんですね。はい。ということは、50点満点で、あと47点は全部、観光関係、文化関係、つまり 94% が観光文化と。で、まあ、こう、観光と文化というのは、相互に関連がありますので、どこからどこが観光で、どこからどこが文化なのかと、区切りはしにくい、まあ、部分もあるんですけども、まあ、これこう、各取材内容をね、ご覧いただければおよそそのあたりの区分といいますか、ご自分でも分かるかと思います。はい。それからこの中で、特筆すべきことを少し申し上げますと、7番ちょっとくるっと丸引いて、丸をつけていただきまして、これ旅行業法、旅行業法改正による旅行サービス手配業者の登録義務という、そういう関連する問題なんですね。まあ後で問題見ますけども、これは範疇からすると通訳案内の実務の範疇になるわけでして、で、やはりこの一般常識、昨年の問題を見るにですね、通訳案内実務、受験する方はそちらの方の傾向と対策当然勉強していらっしゃると思うんですけども、通訳案内実務を受験されない方も、ぜひ通訳案内実務の傾向対策を読んでいただくこと、それからそちらの方の音声ファイルもぜひ聞いていただいてですね、万全を期していただきたいと、こういうふうに思うわけですね。これ特にということです。13番さっき言いましたけど、政治経済、それからあといろいろとあるのはあるんです。6番のこの出国税で、国際観光旅客税のことなんですけども、これ非常にタイムリーな問題なんだなという感じがしました。はい。あと11番の山手線の例の駅名の問題、高輪ゲートウェイですね。これもタイムリーな問題だなという気がしましたね。はい。15番の2019年ラグビーのワールドカップの開催都市の問題ですね。これはですね、実は、その前の、年、6ページをちょっと開いていただきますと、2018年度の問題分析がありまして、ここの13番に、FIFA ワールドカップに関する問題というのが出ておりまして、2年連続でワールドカップだと。これは後でまたワールドカップ関係まとめまして申しますけども、2年連続こういうの出てるということは、今年やっぱワールドカップ、僕は卓球だとか他のもちょっと書いておきましたけども、やっぱり要注意かなと。16番の、オリンピズムといいますか、一応今年オリンピックを予定しており、中止になりましたけども、タイムリーといえばタイムリーなのかなということですね。はい。でそしてちょっと下の方の客中を見ますと、訪日外国人旅行者に関する問題の1から4、1から 5ですね。毎年出題されている定番問題、これくるって定番くるってものですね。はい。
まあ、これはもう毎年必ず出るんだと。で、2020年度は2019年度の実績数値、だから2019年度。ということは今年の観光白書ということなんです。よろしいですか。観光白書を持ってないというか、こう印刷ご自分でできている方はいいんですけども、できてない方はもしあれでしたらこのハローに注文してください。はい、それからですね、次に準備することに正解できる可能性のある問題は全体 50%、 これはどうしても特選しなきゃいけない問題ね。ここでまあ50点 ×50%、 25点確保すると。それからまあ重要度の高い問題で、ここはまあ重要度の高い問題ということで星印をつけておきました。これはまあ今年も大いに予想、次第が予想されるので、まあしっかりと準備をしてですね、まあ確実に点数を取っていただきたいと、こんなふうに思うわけでございます。よろしいでしょうか。それでは先ほどこの本体から、取り外していただいていると思いますけども、50ページ、の2019年度の問題をですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。で、あと本体の方はその都度参照しますので、よろしく。で、一番の問題、本日外国人旅行者に関する、次の各問に対してそれぞれ答えなさいと。2018年、これくるっと回してください。2018。訪日外国人旅行者数、これはもう四角で囲ってくださいね。2018年度の訪日外国人、これは次の問題もそうですね、そこも四角で囲ってください。ついで3番の方はね、2018年旅行消費額、これは四角で囲ってください。はい。まあ、ついでに4番もいきましょう。2018年の訪日外国人旅行消費額と1人あたりの旅行支出額、これちょっとこう、四角で囲っていただくと。まず1番に戻りまして、本体の方の、13ページをちょっと開いてください。はい、そこに棒グラフとか円グラフなんかがこうありますけどもね、問題の方を見ると3,119,200人であったと。で、その居住国地域別を多い順に4つ並べたものとして正しいものはどれかと、次の1から4から選びなさいという、そういう問題ですね。はい。で、本体の方の13ページは、これは2019年 の、 実績値ですね。だからちょっと2019年というところはちょっとくるっと丸しておいていただきまして、ですからここの棒グラフの右から2本目ですね。これが2018年ですけども、3,119という1000人の単位のところは切り捨ててますけども、これ覚え方として昨年、さあ、いい国行こうと。さあ、いい国行こうと。こういう語呂合わせでですね、皆さん覚えておいていただいたと思いますけども、ついでに言うと、その前の17年ですね。これも出てるんですね。まあ、ほとんど毎年出てるんですけど、これは2,869,000人で、まあ、庭でロックンロールと。まあ、28が庭で69がロックンロール。まあ、これは確か2の1番に、出たと思いますけども、これを勉強していた生徒さんからですね、出たという感じでですね、皆さん喜んでいただきました。はい。そして、まあ、ここの問題はですね、下の方の円グラフの方の、まあ、順番ですね、国別地域別の順番を問っている問題ですので、そちらを見ていただきますと、中国、韓国、台湾、香港、米国、タイという順番になっておりますね。はい。この、
円グラフやとても重要、やっぱりこう視覚的に分かりやすいじゃないですか。だから中国円グラフ見ていて、その右の円の右の上の方に中国で959万人と、もうなんか1000万人に、届きそうな、感じだったんですけど、まあ、今年はコロナの影響でですね、もう、まあ、めちゃくちゃということになりましたけど、でも中国がこんな感じ。30.1% だと。3人に1人は中国人と。で次は韓国、まあ、お隣の国からですね、558万人と。で、17.5%。中国と韓国でもう半分ぐらい行ってますね。はい、で次、台湾、489万人。15.3%。ここまでいくとそうです。全体の 60% 以上でしょうかね。次に香港が229万人。7.2%。これ実は人間の記憶はですね、こういう図式化したものというのはね、脳というのは左側が言語中枢といいますか、言語域がありまして、あと数学的なものとか文字とかですね、で右側がイメージだっていうんですよ。で記憶というのはこういうグラフ、視覚的なものというのは非常に記憶を残る、人の名前忘れても顔を覚えてるということあるじゃないですか。なので特に次の問題とも関連するんですけども、まあ、1番もこれでよろしいですね。で、2番がですね、市場別では、アが113万人。これ、まあ、タイなんですけど、タイが113万人。で、ここまで覚えるのかよと。まあ、タイ一応、まあ、昨年の数値で言えば、まあ、6番目なんですけども、このグラフを見ると、タイが132万人ということになってますよね。まあ、1年間の差があるわけですけども、まあ、113万人から132万人に増えてますよね。なので、このね、円グラフで、それぞれの場所に、国とか場所、地域に載ってるのは中国と台湾、韓国、台湾、香港、タイ、そして、北米の中の米国ですね。もうこんだけなんですよね。はい。で、アジアで、まあ一番少ないんですけども、タイ、近年非常に、日本に来る方が増えておりまして、まあそこに注目して問題作ったのかなと。こういうことですね。はい。で、次に、3番の方、旅行消費額の問題なんですけども、で、これは、ちょっと本体の方の14ページになりますので、そちらをちょっと見てください。これ、この試験問題の方は4兆5189億円。これは、18年の数値です。でまあ、過去最高であったと。で、費用別構成比見ると、何々が 34.9%、次が何々が 29.9%。で、まあ、買い物が、あで、宿泊がいいということなんですけども、でそこは14ページの本体の方の、これはもちろん19年度の数値なんですけども、これは18年と比べて、4兆8135億円ということで、これも、3000億円ほど増えてますね。はい。で、そして、まず円グラフちょっと見てみましょう。中国が 36.8%。これもお金を使った額、で前の
ページのグラフをちょっと比較すると面白いんですけども、中国から来た方は 30.1% だけども使ったお金が 36.8%、 まあ、あの爆買いという言葉がね一時期流行りましたけども、中国の方々帰ってあの、まあ、国に帰ってですねお土産を配ると、まあ、日本もそういう習慣がありましたよね。まあ、そういうあの影響もあるのか分かりませんけども、中国人の方たくさん買い物して帰るということですね。で次に、台湾が 11.5%、 ここがあの、はい、あのちょっと面白いんですけど、何かというと13ページをご覧いただきますと、人数でいうと韓国の方が台湾よりもあの多いんですね。で韓国は 17.5%、 台湾は 15.3% なんですけども、旅行消費額は台湾の方が 11.5% で多くて、で韓国は 8.8%、 来てる方は 17.5%、 来てる人数は 17.5% でもお金を使っている方は 8.8% と、まあ半分になってますよね。中国は増えてると。で、まあ、韓国があの減り方が大きいんで、浮上したのが、この、あの、台湾だと。台湾は 15.3%。で、これも、あの、比率からすると、旅行消費額減ってるんですね。減ってるんだけども、まあ、2番手につけたと。韓国の落ち込みが大きかったよと。香港は、前のページ見ると 7.2%、 来た方は 7.2%、 使ったお金も 7.3%、 まあ、これあの、ほどほどに使ったねと、こういうことですよね。で次が、米国が 6.7 というパーセント出てきますよね。で前のページ見ると米国人は全体の 5.4%、5.4% しか来なかったんだけども 6.7% 使ったよと。こんなところがあの分かります。で、これ大事なあのこうちょっとポイントはね、この台湾と韓国が入れ替わってること。これはあのちょっと注意をしておいていただきたいと思いますよね。韓国と台湾が。だから、あの、まあ、あの、単純に言えば、台湾の人の方が韓国の人よりもたくさん使ったよと。まあ、まあ、ただ、韓国の人がたくさん来たけども、まあ、使った金額は台湾には負けたよと。まあ、こういうあのことですね。まあ、あの、この円グラフも、あの、視覚的に大事なので、こういろんなことを今のように考えながら、あの、読んでいただくと。ただ、ぼやんと見てるんじゃなくて、この2つの円グラフ比較対照するだけでもいろいろなこうことが想像できるじゃないですか。それが大事なんですよね。はい。そして14ページの、上のちょっとところの説明しましょう。19年度の訪日外国人旅行者の国内消費額は4兆8135億円だと。で前年比 6.5% 増であると。で、これ覚え方。まあ、これ出るかあんまり出ないと思いますけど、まあ、ちょっと私考えたんですね。で、芝の上でジェイソン。ジェイソンってなんだよと。まあ、あの、13日の金曜日だから、ジェイソン。13っていうのはジェイソン。覆面をした、あの、マスクをした。コロナ対策じゃないですけどもね。で、だから、48135というふうに区分けをして、48が芝ですね。芝の上でジェイソンが5をしていたと。ソファーって、それはどうした？まあ、あの、その、ジェイソンがね、マスクして、まあ、まあ、ナタは横に置いてですね、ナタは横に置いて、なんか5をしていたと。まあ、こういうことでございます。次が消費額の推移というのをちょっと僕まとめておいたんですけども、14年から19年まで、
特にすごいのが、こう、14年、15年の対前年比の43%増、これ狂ったものですね。71.5% 増と。このあたり、一番の要因はやっぱ中国からの方が多くなって、ビザのですね、規制をどん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 緩和してきたと。日本政府がですね、そのこう影響、それからあと、従来中国から団体旅行しか認めていなかったんですけども、徐々に個人旅行 FIT も認めるようになったということで、中国の経済力を背景としましてね、中国の方がこう押し寄せてきたと。これが一番のもちろん要因でございます。はい。で、次のところは、ランキングですね。中国、台湾、韓国、香港、米国ということ。さっき申しましたように、中国一番。来る人も多いし、お金も使ったと。次、台湾、韓国、さっき言った通りですね。はい。そして、次のところ、中国本人が3分の1以上と。この3分の1、36%ですからね、3分の1と。はい、それではまた問題50ページの方に戻りますね。で、4番の問題、2018年の訪日外国人旅行消費額と1人当たりの旅行支出が関して新しいものはどれかと。で、これがですね、本体の方の15ページを見てください。本体の15ページ。はい、こちらの方にいろいろとまとめておきましたね。で、ここ、ちょっと上の方から資料をまず見ていきましょうか。15ページですね。訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出は15万8531円。これ、大事な、指標ということですよね。昨年の問題見ればね。昨年の問題選択肢一番下に15万3000円というのが出ておりまして、これは減少したか増加したかというか、増加してこの金額だから15万いくらというのを知っていたかいないかでね、これはもう決まってくると。1番と3番の選択肢24万2000円と、これがあるじゃないですか。はい。だからこれはに今年の試験対策としても重要な情報ですよと。で、これで私がちょっと覚え方って、大体、数字の覚え方というのはね、2桁ずつ区分けして、覚えるというのが常套手段なんですけどね、定番なんですけど、だから15万の15は囲碁で、8号って、羽衣かなみたいなね。で、31はサイコロですからね。だから、これから着る羽衣はサイコロで決めようと。こうイメージしてくださいね、イメージ。三保の松原で、みたいなね。三保の松原で、団体で行ったと。そこに貸し羽衣があると。ね、じゃどうしようかと、サイコロで決めようと、こんなことですね。はい。イメージだけを記憶に残って何なんだか分かんないって言いますとね、本末転倒なんで、この言葉とそれからイメージが一致するように何回も記憶呼び起こしてください。次に2019年の本日会議、1人当たりの国籍地域別旅行支出、これ僕は17年、18年、両方出てるんです。で、特にね、17も18も確かオーストラリアが選ぶ問題だったと思う。この出題者の方がオーストラリア好きなんですね。若い頃に留学でもしていたのかなとかね。
余計なことを考えるんですけども、オーストラリアが24万7000円、平均が15万8000円ですからね、まあこう非常に8万ぐらい、たくさん使っているということですか。で、前年から連続1位と。次は英国。英国なんてあんまりこう人も来ないですけども、なんか前年5位から躍進っていう感じ。フランス、これも前年6位から、まあ、躍進と。で、スペイン、これ前年2位から後退なんですけども、まあ、ヨーロッパは頑張ってるなと。ヨーロッパだから、なんか前の13、14ページ、この辺はあまり出てこなかったじゃないですか。だから大事なんですね。オーストラリアもそうですけど。で、中国、まあ、一番来て、一番国としてはお金を、まあ、出してるとこですけども、まあ、一人当たりにすると、まあ、上の方に負けますよと。そういうことですね。はい。それから次のところは、一人当たりの、まあ、旅行室の、まあ、種類ですね。何に使ったのかと。で、これ買い物代53,300円。宿泊費、飲食、交通、娯楽サービス。これ18年と19年も同じ、まあ、順番だったよと。それから次のところが19年の方、一人当たりの、国、地域別の宿泊費。で、これが、英国。だから、イギリス人は、いいホテルに泊まったんですね。フランス、オーストラリア、スペイン、ドイツ。で、ここにアジア一つも入ってないですね。はい。アジアの方々は、まあ、ちょっと安いところに泊まったのかなということです。で、この表ですね。これ観光白書から私が引っ張ってきたんですけども、これ非常に重要なんですね。この表。ちょっと横に書いてください。大事と書いてください。大事。で、びっくりマーク。で、これですね、まあ、見ていきますと、一番上の、行がですね、総額とありますけども、158,531円。これがこのページの一番てっぺんの、以後羽衣、サイコロで決めようというこの数字で、対前年 3.6%。これも平均になってくるわけですけども、で、宿泊から飲食、交通、これと、これ出てますよね。平均泊数が 8.8。これもちょっとくるっと丸しておきましょう。大事な、これ出たことないんですね、これね。結構私大事だと思ってるんですけども、この 8.8 というのも要注意と。そして、まあ、これで分かることはね、アジアからの方というのはそんなに長くこう宿泊しないんですね。まあ、だいたい長くても中国の 7.5 ですか、あとは、韓国が 5.1、台湾、香港 6.1 じゃないですか。シンガポールちょっと長いですけど 7.5 とか。で、やっぱりこう比較的、ヨーロッパ、米国、こちらの人たちの方が、まあ、遠いから、まあ、一旦日本に来たら長くいようということにもなるかも分かりませんけども、こういうところも読んでいただくことが大事なのかなと。そしてあと、さっきも言いましたけども、宿泊費、まあ、だけをこうまた見てみると、英国が1番でフランスが2番だと、こういうのがね。ということで、飲食もこの縦でこう見ていただくと、どこがまあ、こう、あと交通費、こう出てきますよね。まあ、こんなところ、こうボケーっとこう見るんじゃなくて、想像しながら、その国、の、まあ、方々ですね、こういろんなことを考えながら、
この表をこうじっくりと読んでおくということはとても大事なのかなと、まあ、こんなふうに思いますね。はい。しかし、表のこの一番下の方に2019年の出国日本人数、これは一回やっぱり出国日本人出てますので、まあこれ過去最高の2008万人だと。対前年で 5.9% ということで、まあ、昨年は、まあこのコロナで今年あればまあもう4、5年はこの観光はもうまあこうなんていうか戻すことはできないんじゃないかというね、そういう悲観的なあれもあるんですけども、だから次回、この2019年度の、まあ、日本人の出国もそうですけど、海外からのインバウンドのね、人たちっていうのは、これを記録を次に破るのは何年なんだろうと。まあ、そんな気がしますけど。で、これ覚え方。まあ、まあ、プレゼント、20でプレゼントを、06オハイオ、オハイオ、オハイオは0ですね。にる母の8ですね。に渡したと。プレゼントオハイオにいる母に渡したで2008万人と。ちょっと問題の方を、51ページちょっと見てみましょうか。こちら2018年の国地域別訪日外国人旅行消費額のということでですね、まあ、中国及び韓国かの合計云々かんぬんというのがありますけど、このこちらの、2019年度の数字で言いますとね、48.3% ということで、まあ、約半分ということが書いてありますけども、こういうようなまあ問題の出し方もあるんだということを知っておいてください。はい、次、大本の2位に行きますと、国際観光旅客税に関する次の問いに答えなさいということですけども、これは国際観光旅客税というのは、これ要するに、まあ、出国税なんですね。だから、まあこれ別に日本人に限らず外国人の方もですね、日本から出国する際に、まあ、基本が1000円なんですけども、まあ、2歳以上の、2歳未満の子供は大丈夫だと。から、まあ、トランジットです。まあ、24時間以内の方はこれは免除ですよと。こういうふうなところですね。これまあ国際旅行旅客税という言葉を一回 Google で検索してみておいてください。はい、次に大門3ですね。旅行両方に関する次の問いに答えなさいということで、これはさっきもちょっと申しましたけども、通訳案内の実務の範囲に入るものですので、まあ、この一般常識受ける方はぜひ通訳案内の実務の敬語と対策もよく勉強しておいていただきたいと思います。そして本体の方の本体の5ページをちょっと開いてください。はい、こちらに、旅行サービス手配業、まあ、ランドオペレーターの登録制度が始まりますということでですね、まあ、これ、まあ、タイムリーな問題だったなという気はするんですけども、この
平成30年1月の4日以降に、日本国内においてですね、これは通夜管内省、改正通夜管内省法が施行されるのと同じ時期に、施行されまして、ただ観光庁大変でして、観光庁はこちらの方の法律整備から始めまして、そして通夜管内省の方の整備に、1年間で日本観光支援課というところが担当したんですけども、本当に大変だったそうです。はい、そしてランドオペレーターっていうのは、どこかというと、その逗子、ちょっとイラストがありますよね。そこのオレンジのところですね。オレンジのところ、ちょっと赤いボールペンで、ちょっとくるっとしといていただけますか。で、皆さんちょっと旅行者になったつもりで、一番左側に皆さん、旅行。で、旅行業者というのは、普通、旅行会社という言葉の方が我々一般的に使うかもわかりませんけども、旅行会社を通じて、例えばハワイに行く、国内旅行もありますし、国内、海外旅行。こちらの場合は、日本インバウンドを、のことを主眼に置いたそういう法律なので、海外からの旅行者が旅行業者、旅行会社を通じて日本に来ると。で、日本の、中のその上の方にありますけども、運送、宿泊、ホテル、旅館等の手配とか、ガイドの手配、免税店における物品販売の手配、こういう事柄、これがこれまで規制の対象になかったので、いろんな問題が実はありまして、特に今中国、台湾、韓国から来た方々がですね、免税店というぼったくりの土産物屋さんに連れて行かれてひどい目に遭ったと、こういうことが多発していたんですけども、もう観光庁はほとんど、そういったところに対して、野放しという状態でした。で、私どもも随分取り締まれということも言ってきたんですけども、通夜管内省が変わるついでと言ってはあれですけども、こちらの方も変えたよと、業界の正常化といいますかね、健全化といいますか、そういう意図でこちらの法律も変えましたよと、こういうことでございます。で、ここにそのイラストのちょっと下の方に行きますと、旅行サービス手配業の義務ちょっとくるっと回るですね。はい。ランドオペレーターさんの義務はどういうことですかと。この時にね、問題、つく、これ、実務の方にあったかもわかりませんけど、書面の交付ってやつですね。契約締結時の、これがあるとないのとですね、言った言わないの問題になるわけですよね。言った言わないと。なので、やっぱキャンセルの条件であるとか。旅行というのは、筋書きのないドラマみたいなもんで、野球もそうですけど、何があるかわからない。何があるかわからないので、その何があるかわからない、想定されること、されないことについてですね、キャンセルの問題っていうのも大きいんですけども、書面で、交付をしておくと。これ大事なことですよね。ポイントですよね。はい。それから次のところが旅行サービス手配、ランドオペレーター禁止事項。禁止行為、これくるっと回るですね。はい。これこういうことですね。それからあとはね、注意とあって、次に罰則って、これもくるっと回る。こういったときにやっぱり問題を作るときは1年以下の懲役、これ1年懲役くるっと丸まると、100万円以下の罰金。あとは、または両方ですね。はい、これ。このあたり、つまり問題を作る側からすると、こういうところを虫食いにしてですね、合ってるか間違ってますかと、こんな問題を作り、
たくなります。はい、なのでこのあたりよく見といてください。それでは問題の方52ページを見てください。で、52ページは訪日外国人旅行者ビザに関する、ビザちょっとくるっと丸です、ね、で答えなさいと。で、2019年1月、もうこれ1年半前の状態です。短期滞在を目的として訪日する際にビザ必要としない国、正しいもの、はっきり言うと、まあ、これはわからん、旅行会社の方はね、こうインバウンドやってらっしゃる方はこれわかるかもわかりませんが、これできなくてもいいんです。で、ちょっと私調べてみたんですけども、2020年の7月ですね、7月現在68カ国の、まあ、国地域でですね、まあ、こういうビザを必要としないという状況になっているそうです。ただそれぞれの国についてですね、また条件がこうありますので、その条件まで覚える必要もないし、これ自体がベトナムかフィリピンかシンガポールかインドかと、まあこれは知らなくてもいいんじゃないですかね。はい。で、次に、世界遺産に関する次の各問に対してそれぞれ答えようと。で、2018年にユネスコのこれ世界遺産に登録されたものをどれかという。で、これまあ去年もこれ出るよ出るよと言っておったんで、まあ、出たんですけど、で、長崎と草地方の潜伏を切り捨てたんです。これがまあ18点。で、2番のモズと古市古墳、これ2019年なんですね。はい。3番の神宿る島、宗像沖の島、これが2017年なんです。で、奄美大島、徳之島、ここはですね、実は今推薦地として運動をしているところでして、まだ登録はされていないんですね。はい。本体の19ページを開いてください。うん。日本の世界遺産、これも20丸、30丸ですね。はい。これはもうこのページ、非常に重要だと思います。そこに上の方に、近年では2011年から12、16、17、18、19に出題されていると。もうほぼ、もう毎年、16年からは、4年連続ですね。今年ももう、まあ、当然出題されると。いうふうに考えてください。はい。で、そこに11年から、どの世界遺産が出たかということも書いておきましたね。クリックすればそこに飛びますのでね、この資料は本当によくできているわけですね。で、19年度の昨年の大門の、まあ、5番をそこに私が入れておきました。はい。で、まあ、下の方に、特に明治日本の産業革命、これが16、17と2回出ていたとかですね、まあ、ちょっと注目してくださいと。で、世界遺産とはそもそも何だと。で、日本ではあと、まあ、問題作りやすいというと、文化遺産が19件、これくるっと丸ですね。いくつなんてね、作りやすいじゃないですか。自然遺産が4、で合計23、これ重要な、これは、まあ、覚えておくべきですね、こう数値になりますね。まあ、2020年7月現在と。それで、次に文化遺産の登録された年度の順番にですね、法隆寺から始まって、
モズ古市までこうずらっと並べまして、そして右側に赤い文字で何々年度出題と整理整頓しました。そしてあと、まあ、ちょっとあの星印をねつけておきましたけども、こんなところはやはり割とあの登録されて、まだ年数が経っていないところというのは割とこうあの出題される傾向にあるんですね、こういった場合に。それはもちろんあの法隆寺も姫路城もですよ、古都京都の文化財ももちろん重要なんですけども、まああのまあ、ここのページはもう本当に非常に重要なところだというふうに ご了解ください。はい、次52ページの次のもの、ユネスコが認定登録する事業に世界遺産のうち無形文化遺産と世界記憶、があると、まあ、記憶遺産ですですね。で18年には大方針がユネスコに無形文化遺産に登録されたと。これですね、あの大方針は8件で10行事以下のうち該当するもの、これ分からなくていいと思います。僕も知らなかったです。僕が知らないものは皆さん知っておく必要ありませんなんて言うとちょっと品種買うかな。本体の27ページをちょっとはい、出していただきまして、これ日本の無形文化遺産、これもあの世界遺産と同様に、去年出てるわけで、もう20丸30丸ですね、重要なページですね。絶対にこれよく読んどいていただきたい。でこれもそこにあの12年から14、15、17、19とこう出ている、何が出たかと整理整頓してあります。で結城紬が、まあ、2回15と17、まあ、この方好きなんですかね、2回出て重要だよと。そして、まあ、そこに無形文化遺産の説明がありまして、今日本には21の無形文化遺産、これ21の数字大事ですね、21の数字で、そこに星印、ちょっと上の4つですか。これ定番として、まあ、あの注意と。これ、ぜひクリックしてみてくださいね。これクリック、リンク貼るだけでも大変なんで、皆さんは、右の人差し指を5ミリか1センチ、押すだけですよね。押して、これが全部見ることができるわけです。これ資料をこう作る、まあいいでしょうね。作る大変なんですか。そして下の方に、やはりさっきと同じように、近年登録されたものが出される傾向にあるよということがわかるじゃないですか。これ見える化ですよね。見える化っていう言葉最近流行ってますけども、無形文化遺産の見える化。でクリックすれば、大体、まあ、ウィキペディアに飛ぶようになってるんですけども、写真もこれ、ちょっと、まあ、去年もこれ、ちゃんとつけといたんですけども、視覚的に、印象、私もこれ、写真初めて見たんですけども、すごいなと、気がいたしました。よろしいですか？はい。もう一度、52ページの問題の方に移りまして、日本、大問6ですね。日本の交通運輸機関に関する次の問いに対して答えなさいと。これは新聞とか、まあ、テレビとか、まあ、話題が、こう、乗りましたんで、まあ、高輪ゲートウェイですね。あんまり乗降客がないという、なんかこう、レポートもあったんですけども、
これはそれで結構でしょ。で、次のページ、53ページ。迎賓館。これぜひ、Google で迎賓館引いといてください。まあ、迎賓館赤坂離宮なんですけども、これをぜひ引いといていただきまして、これ一般に公開されてるということは、多くの方知ってると思うんですけども、まあ、ちょっとこう見てみると、まあ、京都に所在するって、これ赤坂にあるわけで、この段階でもらうとですね、結婚式場、赤坂の迎賓館ではできない。元ルノー、まあ、日産のゴーンさんは、ルーブル博物館で、ベルサイユ宮殿、ベルサイユ宮殿で結婚式を挙げて、なんか数十億円、もかかったと。それをもう会社に払わせたなんていうの報道がありましたけどね。はい。で、幕末の西欧諸国との不平等平等改正のために大川政策と、これは鹿鳴館ですね。はい。それからあと文化団だとかでツアー制限する、見学可能なんで、まあ4番と、まあ、消去法と常識で、4番と。次の8番 EPA 経済連携協定に関する。 EPA っていうのは、エコノミックパートナーシップアグリーメントという省略なんですけども、2018年に双方の署名を終えて、うんぬんかんぬんと。まあ、EU 諸国との間の、その協定であると。これ、ぜひ、Google で検索をしておいていただきたいと思います。それとあとも、これと、まあ、似たものに、FTA というのがありまして、FTA っていうのはちょっと余白に書いてくださいね。フリートレードアグリーメント。フリートレードアグリーメント。これと、あと、この EPA と、まあ、厳密な違いというのはないよと日本政府は言ってるんですけども、まあ、EU 諸国とのこの契約についてはもちろん EPA という、言葉を使っております。はい。まあ、FTA というより、まあ、一般的な、まあ、言葉に、まあ、なるかもわかりませんけども。あとは、TPP ですね。こちらも、重要な、言葉ですので、これも、Google で確認をしておいてください。つまり、EPA と FTA、それから TPP、この3つはきちんと、頭に入れておいていただきたいと思います。次、文化庁に関する問題。これも一点、まあ、することになりまして、まあ、京都だよと。これご存知の方も多かったと思いますけども、はい。次のページ。日本は19年にラグビーのワールドカップ、それからあとはオリンピックだとかあれこれとかありましてね。で、この問題が、その、こう、開催都市、組み合わせって、これはまあ、よほどのこう、まあマニアの方はね、まあ多分わかるでしょうけども、まあなかなかここまで、こう、ガイドになる人を知ってなさいというのは、ちょっとこれは酷かなと思いますね。はい。これ平均点を下げるための問題だというふうに考えてください。これも釜石、まあ、新日鉄がこう、これ強かったんで、まあ、そういうこと一つのヒントになるかもわかりませんけどね。で、本体の方の32ページを開いてください。32ページ。そこにこれは昨年度向けの資料で、ラグビーのワールドカップと。
これが出たので、この資料をちょっと私は作っておいたんですけども、で19年とかとは19年度の大門10今の問題ですね。それからで2020年度の資材予想というのをそこにちょっと、付け加えておきまして、でワールドカップ、どんなものがあるのかなと検索をしまして、その言葉でヒットしたのがこの、卓球がありましたね。それはクリックしてみてくださいね。あとバスケットボールのワールドカップがありました。そこあと、マスターズの、これはワールドカップとは言わないんですけども、マスターズのトーナメント、ゴルフですね、マスターズ、この辺りかなと。2年連続でワールドカップが出ましたので、今年ワールドカップどこか出るとするとこの辺りかなという資料でございます。はい。そして次にまた54ページに戻りますが、19世紀末に近代オリンピックを発案したクーベルタン男爵で、こう、オリンピズムという理想を抱いていたと。その内容正しいものは何かと。4番の相互理解と平和、大体常識でわかると思うんですけども。で、ちょっと矢印で右側に、書いておいていただきたいのは、今のオリンピックはですね、この初期のこういう高邁な理想とはかけ離れて、金まみれのオリンピックと。もし言えばですよ、金まみれのオリンピックと。このくらい腐敗していることが現状だと思います。はい。それ以上言いません。で次に、国際博覧会。これも一度ぜひ、Google でですね、検索をしておいていただきたいんですけど、BIE という。総会がパリで開催されて、日本2025年に大阪の夢島と読むんですけども、東京にも夢の島っていうのがありましたけど、両方ともこれ埋め立て地なんですね。はい、埋め立て地で、ここで2025年にコロナも収束してたらいいんですけど、でこの博覧会国際事務局 BIE というのはね、多分フランス語なんですね。ビューローですね。ビューローもちろん英語もあるんですけど、ビューローインターナショナル。フランス語ではアンティオナショナルでしょうね。で、でですね。で、エクスポジション。エクスポジション、エクスポジションです。で、DES っていうのは英語で言うとオブですからね。ビューロー・インターナショナル・デ・エクスポジション。フランス語を読みしたエクスポ・ポジションということでしょうかね。この BIS 見といてください。はい、次のページ。博覧会国際事務局は博覧会の乱立を避けるため、これでですね、登録博覧会と認定博覧会という、この2つをですね、作ったんだと。で、20年の登録博覧会の開催地とか、これインバウンドというよりは、国際的な、あれなのでね、これはもう知らなくてもいいだろうと。一応、登録、この博覧会、で、検索をして見といていただけたら結構でしょう。次。大門の12、重要伝統的建造物群保存地区。これとても重要だと思いますね。これはぜひ、四角で囲っといていただきたいと思います。はい。で、これが2018年の8月の17日。現在98市町村で118地区だと。
で、最も直近で選定された地区はアデアルと。まあ、これはどうですかね。まあ、ちょっと難しいと思いますけどね。あと、正しい規律は何かと。これも、ですから、ここの保存地区を、ちょっと Google で検索して見ておいていただけたらよろしいかと思います。はい。一応、19年度までの、ちょっと解説はそのくらいにして、18年度以前についてはですね、ぜひ昨年の直前対策セミナーの動画をご覧いただきたいなというふうに思っております。はい。それで、本体の方にちょっと戻りますけども、の方のですね、6ページをちょっと開いていただきます。そこに18年度の問題分析とありまして、そこの大問の1は昨年の19年の、この大問の1と、まあ、ダブるところが多いわけでして、まあ、同じような問題出てるよという確認ですよね。ただこの年数値は18年、このページは17年じゃないですか。で、昨年は18年じゃないですか。今年は19年の、この訪日外国人旅客者数ということになることですね。それから、5番に神宿る島が出てますでしょ。それから7番のね、クルーズ船、これちょっと狂ったものですね、クルーズ船。これ、非常に増えてきて、で上海ベースのですね、クルーズ会社が大きな4500人ぐらい乗れるものを去年こう竣工させたんです。竣工したらこのコロナですよね。だから今クルーズ船 の、 運営会社といいますか、運航会社もほとんどどうでしょう、もう売り上げが蒸発している状態ではないんでしょうかね。ダイヤモンドの問題もありましたね。はい。そして、これちょっと注目、と思ったのは9番の労働基準をサブロック協定なんかでだと、あと裁量労働制ですか。もう昨年はこんなの全く出なくなったということですね。それからあと民法も出てましたけど、法律で政治はゼロということでしたでしょ。から13の、まあ、FIFA のワールドカップ、これくるっと丸。で、大相撲丸。16に藤井聡太さんのね、関する問題で、まあ、彼はますます躍進してるんで、これまた出るかもわかりませんね。また注目しておいてください。次のページ。2017年の、これも大門の1はね、まあ、同じような問題が全部出てるわけですよ。で、ここで、そうですね。4番に万博、これはまあ、1970年に開催された万博のことでしたね。はい。そしてあと6番見ると、これオーストラリア、さっき言いましたね、これよく出るんです、オーストラリアですね。はい。7番のマイス、これも注目なんで、これまたクリックで見ておいてください。はい。ネズミじゃないんですよ。はい。ネズミの複数形ですけどね。ここにあと出国日本人数、ここに出てましたね。はい。あとずっとこう、あと文化遺産、世界遺産が14番に、あとこう日本、日本世界遺産、これ16番に、出てましたね、これですね。はい。それから22、クルーズの旅客数というのは199万人ですか。これ要注意という感じだ。まあ、クルーズもね、来ることが
ができなくなりました。はい、次のページ。まして、特に大事な。アニメ、28番のアニメもね、こう、ちょこちょこ出てるんですよね。これ、千と千尋の神隠しの問題だったんですけど、これ、また要注意。で、32とか3とか4に、歌舞伎の舞台とか語源なんかに出てますけどな。まあ僕はノー注意と。歌舞伎が出たから次はノーだろうみたいな感じ。37番、日本遺産。これがちょっと出て注目を集めましたね。はい。15年ですね。ずっと、イスラムの食べて良いハラールだとかなんとかっていうこんなところが出てます。これは今は通訳案内の実務の方にこの辺が移ったわけですね。はい。あと衆議院選挙に関するこの定数の問題ですね。この辺りが出てましたね。これ2回ぐらい出てるんですけども。この辺りは100点満点、60点で合格のその範疇に入りますね。まあ、これざっと見ておいていただけたら結構でしょう。はい。で、10ページで15年から19年に2回以上出て、まあ、なんといっても訪日外国人の会社、これまあこう必ず出ると、今年も出ると、4回出てると。それからあとは消費額動向ですね。これも必ず出ると、これ必ずクリックして見ておいてくださいね。はい。世界遺産、無形文化遺産、これも必ず出ると、見ておいていただく。さっき申し上げた通りです。でここのところ特にやはり2回以上出てるっていうね、ここのところはやはり大事だと思うんですよね。2度あることは3度あると、3度あることは4度あるないんですけど、それからその下に15年から19年に1回出題された重要項目で、ここの星印も今回私が全部全面的に印をですね、付け替えたんですね。変更もしてあります。なので、全部これクリックするだけでも大変なんですけども、せめて、星印一つは必ず見といていただきたいというふうに思いますね。はい。次のページをご覧いただきますと、まあ、こう、こんだけやるとクリックするのも大変だなと思うかもわかりませんけども、見える化するっていうことはこういうことなんですね。はい、見える化する。だから全く考えてみると、この資料を目にしていない受験生の方は何を頼りに勉強するのかなと、こう私なんか思うんですよね。だからそういう、観点からすると、この資料を手にされた皆さんはとてもラッキーだったんじゃないのかなと、ちょっとこう自分で言うのもなんですけども、そう思います。はい。次のページご覧いただきますと、白書で2020受験者が令和2年版の白書をね、学習すべき理由ということで、このガイドラインにはこう書いてある。で前年度に発行された白書っていうのは、これだと1年数値がこう古くなるわけですよね。これもご覧いただきますと、まあ何回も説明してますけども、今年は2019年の数値が必要だ。そうすると今年の刊行白書が必要ですよということですね。はい。何年か分の表紙もそこにね、こう、上げときました。やっぱりこうなんかイメージが湧くじゃないですか。はい。だから、次のページ。これはもうさっき見ましたね。13ページ、これ大事。すごい大事。14ページ、そう。円グラフもよく見ておくこと。15ページ。こちらの統計の資料、数値も読み込むということですね。読み込む。読んで、いろいろと空想する、ね。次のページ。
と、令和2年の観光白書から次第で予想される箇所という、もう本当にもう親切丁寧ですよ。これはもう20丸、30丸、40丸ですね。まあ、今年のためにここの資料を作りました。なので、これはよく読み込んでください。よく読み込んでください。はい、次のページ見ていただきまして、これずっと大事な、今年出る観光白書の出るとするならばここだと。出なければ僕は切腹をすると。まあ、そのくらいのね、気持ちですよ。はい、次のページ、はい。外国人人気のある日本の観光スポットランキング。ベスト30。これ、トリップアドバイザーってご存知でしょうかね。これが毎年発表しておりまして、伏見稲荷大社が2番になってるんですけど、これ昨年までは5年連続で1番だったんですね。まあ、こういうところが、2020年度に発表されて、だから実績とすると、まあ、昨年の実績ということなんでしょうね。こういったところ。これ全部クリックするのも大変なんですけど、目についたところであるとかね、上の10位までとか、まあ、そこのあたりはこうクリックして見といていただくと、印象が違うと思います。はい。次のページ、さっき言ったように世界遺産も20丸、30丸、40丸。で、特に、次のページ、自然遺産。ちょっとここさっきあまり説明しなかったですね。はい。12年に小笠原諸島が出てましたね。覚え方、この4つ。小笠原くんが屋久杉の前で、白装束で、知床旅情を歌ったと。まあ、こんな風にイメージをね、持って、イメージ化するというのはね、記憶に大きな助けになるんですよ。はい。で、あと、モズと古市。まあ、これ、やはり、出る可能性が、高いので、その辺、説明をきちんと書いておきました。次のページ、21ページいきますとね、やっぱりこう、古墳の調査をね、させないというね、こう、文化庁というか、こう、おかしいと言いますかね、まあ、例えば天皇制、マッカーサーからつながる天皇を生かしてきたという、そういったところ、国民支配、道具にしてきたというところと、まあ、密接に関係があるので、まあ、一応見といてください。はい、次のところ、神宿る島の宗像と沖ノ島。これはね、かなりこう、細かなところまで僕はこう資料をまとめたんですけども、やっぱりそれだけの価値がある場所なのかなと、こういう細かなことも通ってきても不思議ないのかなという、そういう気持ちでこの資料、このところは作りましたので、読んでおいていただきたいと思います。はい。そして、あと写真もね、24ページご覧になったように、やっぱりこう、写真見ていただいて目に焼き付けると、そういう言葉あるじゃないですか。そういうことでこちらを見ておいていただきたいということですね。はい。あと25ページ。それからあと26ページに長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連で、こう、まあ、大浦天主堂って有名ですけどね、こんな写真も一応入れておきましたので、また見ておいてください。で、日本の文化、無形文化遺産、これさっき説明しましたね。はい、重要ですね。オリンピック、まあ、これはやはり、まあ、昨年もこれ、出ましたけども、まあ、今年中止になって、まあ、来年も多分、まあ、絶対に無理だと思いますけども、
オリンピック関連の問題出ても不思議ないと思いますかね。はい、ここもよく見といてください。次のページ、交通系 IC、 これは18年の問題の関連で、これはクルーズトレインも、17年と18年に出てました。まあ、今年出るもちろん可能性もあるわけですよね。はい、これ重要ですね。これ20丸クルーズトレイン。次のページ、日本遺産、これは16年と17年に出てて、18年19年ちょっと出てなかったんですけども、一応確認をしておいてください。よくまとまってますね。で、次のページ見ると32にラグビーのワールドカップ、さっき見ましたね。はい、ワールドカップ卓球とかバスケットボール要注意。次のページ33ページ、 FIFA のワールドカップで大相撲、相撲も結構出てるんで、13か17、18と、これまた出る可能性ありますからね。はい、日本の城11、18、ここに、特に大事なのはこの国宝の五条ですね。日本に選手が国宝に指定される城が5つ、姫路城と彦根と小春と。これ覚え方ね、引っ越し、彦根ですね。で、姫路でこう、が待つ、待ってんですね。で、黒猫が来なくて、犬がワンワンで、犬山城と。これ黒猫、引っ越しで来たんで、黒猫、これなんかお城関係あるの、これ関係ないんですね、これ実はね。引っ越し、彦根で姫路が待つで、松で松本と松江が2つあるわけで、松黒猫来なくて犬がワンワンってんでね、これなかなか僕は傑作だと思ってるんですけども、皆さんいかがですか。はい、三名城というのがね、2種類あるんですね。大阪城、名古屋城、姫、これは主に城郭の規模まあ、元にした選定だと。機能美っていうと大阪城と名古屋城と、まあ、熊本城だということだそうです。はい、で次のページ、浮世絵、13年と18年に出てましてね、まあそこの代表的な北斎とかですね、広重とかあるじゃないですか、まあ、見ておいてください。マイス、これ重要ですね。非常に重要、このマイス。12、15と17と出てるじゃないですか。ネズミじゃないよ、マイスだよと。はい、次のページ。これね、なかなかなんか映画とアニメ好きなんですよ。ずらっとこんだけ出てると。僕はほとんど見ないんで、アニメ見ないんで、あまり詳しく知りませんけど、まあ見といてください。多分民泊の問題が12、15、17と出て、18、19が出てこなかったんですけども、やはりインバウンドとの関連でですね、これまあ整備されました。一応これまあ読んどいてください。37ページ。歌舞伎が出ました。じゃあ次は能だろうということで、17年の歌舞伎。舞台であるとかね、いろんな事柄、あと歌舞伎のなんか言葉について言ってたんですけども、まあ、次に出るとすればじゃあ能舞台でしょうということで、一応写真とかも、つけてきましたので見といてください。37ページ重要事項、特にこれ基本データ、これはもう本当によく出る私40年間ぐらい見てますけどもね、これ基本データ一番大事ですね。であと、その下のところずっと出て、次の39ページジャパン、これ16年ですか、国際、あ、そうだ、国際連合ちょっと訂正が一個あります。 EU、欧州連合の、現在の
加盟国数、まあ、イギリス側が脱退したんで、そこ28になってることは27に変えてください。はい、イギリスが脱退する前が28で、28のままの場合は27に変えておいていただきたいと思います。ASEAN で国内政治、そこをですね、衆議院の訂正、参議院とかが出てるんですけども、参議院が変更になってちょっと変えてない方ですね、そこ240、選挙区が148、比例代表が100で、合計が248です、今ね。2016年に出てるんですけども、それは以前の数値だったんですが、今は、今申しましたように、定数参議院は248、選挙区が148、比例代表は100人というふうに訂正してない方は今のように訂正してください。次、ただ政治は去年はゼロですよ。はい、でずっとこうありまして、国立公園、まあ、16年にこう出ていると。で、まあ、今日現在は34、国立公園が34来ると戻しておいてくださいね。はい、次のページをご覧いただきますと、世界遺産を含む国立公園というのはこんな感じと、特に重要な国立公園13と。で、それではそれぞれの有名な観光地も右側に書いておきました。はい、で、下の富士山ですね、これちょっとここがスペースが空いたんで、まあ、山は富士と、酒は白雪と。ということで、富士山、芸者の桜って、まあ、富士山ですね。これ、まあいいですね、なかなか。はい、私はここの麓のというか、静岡県富士市で生まれましてね、5歳か6歳まで富士市に、父親が製紙会社に勤めてたもんですから、富士山を毎日、見ながら育ったと、そういうことでございます。次は予想問題。憲法からこう始まるんです。14年に憲法出てるところが、まあ、この辺りあんまりも出なくなりましたね。はい、法律といっても違うものが出てしまってですね、それからと、そうそう、41ページの真ん中辺に参議院の定数選挙区比、これ直ってない方はね、148、比例が100、合計248と書いておいてください。次のページ、裁判内閣要請と。一応無視するわけにいきませんからね、無視はできないから、一応見ておくこと。はい、次のページ、金融財政経済と。まあ、ここもきちんと一応見るだけは見とく必要があるでしょうね。はい、で、次に46ページ、市場経済から、TPP ここによく書いてありますね。まあ、見といてください。はい、で、47ページ、観光立国推進基本計画と。まあ、こういう観光庁もですね、それぞれの年に、観光立国、まあ、法律、国としての、ね、方針というのを決めながら、で、一応目標を決めて、まあ、ビジットジャパンキャンペーンとか、そういったものをこうずっと推進してきたという、そういうことがございます。まあ、ざっと見ておいてください。ということで、いっぱい常識の傾向と対策の音声ファイルはここまでさせていただきます。皆様のご検討を心より、お祈り申し上げております。最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございました。